君、遊び死にたもうこと、なかれ。トランプ対戦2、やっていきましょう。前回この勝ち抜きチャレンジの大富豪で遊ぼうやって、初戦で負けてしまったんですよね。カンナが強くて。で、ちょっとテロップでも入れたんですが、攻略本を見ると性格があるようですね。今回はそのカンナ、アイリス、織姫の3人のね、性格を分かった状態でプレイしていきましょう。はい、改めておさらいです。花組ルール、10星1個目、16点先に取ったら勝ち抜きと、それぞれの結果で4つ得点があります。星2つ目革命ありです。星3つ目転落ありです。星4つ目、続きのカードを出すのは禁止、同じマークで3、4、5とかはダメと。星5つ目、最後に2と浄化で上がるのも禁止。これは基本的なことですね。このルールの上でやっていきましょう。加減しねえぞ。さてさて、最初のカード大事だよな。大神隊長特権で絶対1番目ですからね。1個目のゲームは、2ゲーム目以降はね、大貧民さんからやっていきますけどね。5-5で出そうか。ここ崩しちゃうか。もう出せるもん出さないと結構停滞するよなと思ったので、前回やってみて。クイーン出して、これどうしようか。まだ様子見るか。ちょっとあんまり早く出してもね、上のランクのは出すと厳しいだろうな。どうかな。でも出そうかな。まあそういうことがあるよな。ちょっと焦りすぎたかな。負ける気しねえぜ。ダメだな。あー、どうすかな。まだジョーカーもない、出てないからな。負ける気しねえぜ。ちょっとダメだな。さっきのスミレのエース出した判断がダメだったな。おお、でもこれでカンナが、あー、そっか。うぃー、アイリスが持ってた。これで、うわー、貧民だ。勝てんの。こんなに難しかったっけ。なんで出せないんですか。はい、貧民ですね。つまらないです。ちょっと出遅れてしまったな。はい、2試合目です。ここからは大貧民から順番にやっていきます。私はだから2番目ですね。札交換で3が来ました。いやー、結構この私からスタートで、ハイパイが悪いね。苦しいな。3枚出しが2セットあるけど、私自身が3と5を2個持ってるから、そうそう3枚出しの流れにはなんないよね。革命でも来ない限りダメだな、これは。負ける気しねえぜ。僕も出せないよ。連勝しちゃってる。なんだなんだ、みんなだらしねえぞ。そうだよな、あんまり自分が勝ちすぎても面白くなくなっちゃうもんだもんな。順位変わんねえな。強い強い、本当にそう思う。なんで出せないんですか。6、とりあえず出すか。あんまり悪あがきだけどな。余裕で。わあ、ちょっと織姫の方が札良かったもんな、これ。チャラいで。いや、次で革命が出せるようなカードが来ない限り苦しいぞ。わあ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 。このゲームあんま苦手じゃなかったんだけどな。はい、3ゲーム目です。現在同率3位なので実質最下位ですね。あー、クイーンが一応革命できるぞ。革命返しあるもんな。
順位じゃないか、カードの強さが変わった後になっちゃうから、ジャック19843で革命返しをされてしまう危険性もあるんですよね。まあやるしかないでしょう。これでどうなるかな。あーやっぱそうか。いやー待ってやよかったかな。人数少ないから革命の確率は高いんだよね、成立する確率が。ちょっと作戦失敗だな。これひどいな。ちょっともうお蔵入りじゃないぐらいの可能性考えてるもんね。ここまでひどいとな、あの見てる皆さんも面白くないもんね。あ、そうやね、転落してくれればちょっとまた状況が変わってくるよね。あー持ってたか。そうなんだよ、一人が3枚セットを2セット持ってれば必然他の人もセット持ってる可能性はぐっと上がるんだよね。うひゃ、あ、どう、あーギリ勝ったな。ムカつきマウスってセリフ初めて聞いたかもな。またですか。とりあえず符号まで上がったな。でもアイリスがそもそも得点結構持ってるから結構離れてはいるね、上位層2人とね。でも1人が独走する場合と違ってこういうパターンの場合は追いつく可能性があるからね、2人がトップで並んでるっていうケースの時は。札交換で俺何だったっけ、符号か、だから1枚だね。いいでしょ、素直に一番下渡しましょう。これは陰謀です。あたいが先手だな。まあおそらく初手で革命出してこなかったってことはカンナは革命は持ってないでしょう。織姫がどうかだよな。4を上げたことによってもしかしたら4枚持ってるかもしれないからな。どうしようかな。まあ素直に5からいくか。キング出しちゃって、おっとどうしようかな。このゲームジョーカーは札交換の対象じゃないから大富豪のアイリスがジョーカー持っているとは限らないんだよね。2、ちょっと様子見てまだパスしとくか。ああ、いいんじゃない。これでもう2枚出しで出しちゃって、で、2枚で出しちゃって、6から、アイリスわかんねえなー。ちょっとまだやめよう。持ってたか。これセットかな、2枚。2枚セットか。でも2を出したとしてもアイリスがジョーカー出して切っちゃってたんだよな。だから出さなくて正解ですね。2はこれ出さなきゃいけないね、もう。で、符号維持か。アイリスが12点の私が何点になったかな、これで。つまらないで。5。アイリスがもし大富豪を次取っちゃったら16点なので優勝してしまいますね。転落してもらわなきゃゲームが続きません。まあ転落をさせる可能性が一応一番高いのは富豪の位置にいる私ですよね。私にかかってますね。まあ素直に3でいく。おいおい、本当かよ。よかったよかった。とりあえずこの初手が革命来るんじゃないかってヒヤッとするんだよね。さっきも言いましたが人数が少ないので革命の確率は高いので、ただアイリスに転落してもらわなきゃ今回まずいってことを考えると
革命があった方が良かったかもしれないよね。あとはジョーカーの持ち主が鍵ですよね。どうしようかな。崩すか。出すか。お。押してくれ。ここでパスしてきて、アイリス残り6枚でパスしてきたってことは、多分ジョーカー持ってないんだよね。あー、クイーンか。あー、これはまずいぞ。あー、3枚だ。また負けちゃった。また負けちゃった。ここから消化試合ですよ、皆さん。すみません。なんか、2回連続で負けちゃダメよね。一応符号を取ったけど、ちょっとこのまま流しでご覧ください。カンナが勝ちましたね。こんなのへでもねえよ。貧乏にはたられません。もう最終的な得点が、そもそも3位だもんな。ちょっと見応えない動画になっちゃったな。最初がダメだったね。ママかな。こんな勝負ナッシングです。ちょっとこれじゃ終われないので、もう一戦いきましょうか。いや、いい加減しねえぞ。次こそ勝たんとな。あー、そんな悪くはねえな。ここから行こうか。前回の敗因ははっきり言って革命のねえ、ミスだよな。革命してすぐ革命返しされちゃうっていう、一番こう、うかつな負け方してましたもんね。札の枚数はちょっと早い段階で消耗できたな。バランスよくカードも残ったしね。ここはまだパスでいいか。アイリスが次出すから、割と小さい数字でも出せるもんね。キングで出して、次はもう2を出すしかないので出しておきましょう。くそー。おお、大富豪スタート。こうなると可能性は高くなるね。転落さえしなければ勢いで最短4試合でいけるからね。つまらないで。この3人だと織姫が比較的大富豪が苦手なのかなっていう感じするよね。はい、2試合目。はい、2ゲーム目です。大富豪なので札いいのが、あー、2が4枚来たな。どうしようかな。まあこれとこれかな。これは陰謀です。とにかく怖いのは最初に革命が来ないかですよね。私からスタートです。あー、よかったよかったよかった。とにかく最初がヒヤヒヤする。9か。どうしようかな。10を崩すか。そうだよね。私は2、4枚持ってるから、他に2を持ってる人はいないんだよな。まあキングを崩すか。お、いいね。8出しちゃって、10が出たから、キング出して、で、どうしようかな。どうやっても勝てるとは思うんだけど、クイーン、2出すか。なんで出せないですか。ジャック2枚出して、2は最後に出しちゃいけないから、この時点で出しましょう。よし、とりあえず問題なく転落せず大富豪を維持しましたね。の問題は残りのメンバーの順位だよな。お、ここで革命か。予定通りです。予定通りなんですね。他の3人が均等な得点になってれば強いでしょ。逃げ切りやすくなるんですけどね。
あ、いいね、これは。なんだと？得点がちょうど3人混じった感じになるな。まあアイリスが符号維持したからそこはちょっと影響があれだけどね。目標、大目標としては大富豪を連続で取りつつ、アイリスに上がられないようにだよね。2枚渡せるけど3が3枚あるからな。これはわざと取っておこうか、どうかな。ちょっとこれ迷うとこだね。3枚で、しかも自分が1番じゃないから出せるとは限んないけどね。9あげるっつうのもなんかな。まあこうしとくか。おいおい、ほんとかよ。同じ数字2枚とかあげちゃうとね、66とかあげちゃうと革命される可能性高くなるからね。ジャック、清流院さんのカードいいですね。これ風組とかバラ組とかもね、こうやってトランプの絵柄になってるのがいいよね。桜大戦オンラインの方のパリ花組もいるカードもいいけど、こっちのデザインもすごくいいよね。帝国歌劇団のオリジナルのね、あれっていう感じがして、トランプっていうグッズ売ってるからね。桜大戦のトランプね、欲しいよね。エース出しちゃうか。ここ崩してこう。あ、じゃあ今3枚消化しちゃいましょう。ここは重ねられるのはしょうがないとして、誰ジョーカー持ってるかな。結構キーだよね。お、やったね。2枚出しの流れになりました。2はもう消化しないといけないから消化しちゃいましょう。まあ当然だな、ジョーカーは2枚2に重ねることとかはできないから、これで上がれましたね。あー、アイスも符号だな。6ポイントになったね、これで。すると私が12のアイリス6で、カンナが2、織姫1だね。まあこうなるのは必然だな。さあ最後勝てれば優勝です。セットを、あー持ってやがった。あーなんてこったい、転落です。一番恐れてた状況になりましたね。やっぱアイリス強いな。